ルイス・アントニオ・ガスティーヨは、ドミニカ共和国、サンペドロ・デマコリス州サンペドロ・デマコリス出身の、元プロ野球選手、ウト・リョーダ。1975年9月12日に、ドミニカ共和国、サンペドロ・デマコリス州サンペドロ・デマコリスで誕生した。13歳になるまで、自分のグラブを持てないくらい貧しい生活を送っていた。1992年に、 フロリダ・マーリンズと契約し、1996年8月8日にメジャーデビュー。メジャー2年目1997年の開幕戦で、エドガー・アーレンテゲアと共に21歳で二遊間を形成した。これはナショナルリーグ史上最年少記録である。しかし、怪我のため一旦マイナーへ降格し、球団史上初のワールドシリーズに出場できなかった。 1999年は128試合に出場しメジャーに定着。打率302球団史上を3人目かつリーグ4位の50盗塁を記録した。2000年はオフに年俸調停の資格を得るためカスティーユは今年はどうしてもいい成績を残したいと言い,い、4月16日から5月4日まで17試合を欠場したが打率334は リーグ5位62盗塁は球団新記録。2002年5月8日から6月21日まで35試合連続安打を記録。これは当時史上10位対2塁手としてはロジャース・ホームスビーを抜いて歴代最多記録だった。7月9日のオールスターに初出場を果たしリーグ1位の48盗塁打率305を記録した。 2003年にはワールドチャンピオンの一員となった。シーズン終了後に3年総額1600万ドルの契約に合意。2005年シーズン終了後、マーリンズが年俸総額を6500万ドルから3000万ドルまで削減するため12月2日にトレードで放出された。マーリンズでは10年間在籍し、出場試合数3類打、死球、アンダー。 盗塁はいずれもトレード放出時点で、球団記録だった。ミネソタツインズ時代2006年は、打撃では、リードオフヒッターとして確かな選球眼と小技。そして、足を使い相手を揺さぶり、守備では経験の浅い内野手のリード役として、安定していたが、膝の故障のため守備範囲が狭くなり、ゴールドグラブ賞受賞はならなかった。2007年7月30日に、メッツへ、 トレード移籍し、11月18日に4年総額2500万ドルで契約延長した。2008年は膝の関節、大腿筋、手首などを痛めながら出場していたが、7月3日に左電筋痛で故障者リスト入り、その後8年ぶりにマイナーで13試合に出場した後8月25日にメジャー復帰を果たした。 10年ぶりに出場試合数が100を下回り、打率245.3本塁が28打点の成績でシーズンを終えた。守備防御点 -13 は自己ワースト。2009年は打撃で復活の兆しを見せたが守備の衰えは隠せず、6月12日にはヤンキースとのサブウェイシリーズで1点リードの9回裏、西一二塁からアレックス・ロドリゲスが打ち上げた。 セカンドフライを落球して逆転さよなら負けを喫し、話題となる。守備防御点はマイナス12、ザーは自己アーストのマイナス11.2だった。2010年6月4日に両足に問題があったことで故障者リストに入った。代わりに2塁に入ったルーベンテ派だが、シティフィールドで行われた、フロリダ・マーリンズ戦は5から4でメッツが勝利した。両腕両足を切断した兵士が、 病院に行かないようだとオリバー・ペレスとカルロス・ベルトランと一緒に批判を受け、この経験によって怯えたくないと主張した。また、自分のプレイする時間に満足していないことをオフシーズンになる前に解決しないといけないとコメントした。2010年のスプリングトレーニング中にメッツでプレイしている時にデジタルドメインパークでメッツファンにブーイングを受けた。結局2011年3月18日に メッツが残りの契約1年分を支払って解雇された。2011年3月21日にフィリーズとマイナー契約を結んだ。3月30日に放出された。2016年に行われたアメリカ野球伝道選挙では例表で候補から外された。打撃では長打力はないもののフライボールの極めて少ない打球を転がす選手で知られる。 2000年から2009年の間における G、回では2001年と2006年2009年を除くすべての年で MLB1 位のゴロ率を記録しており徹底している。守備はメジャー昇格以降2類種1本出たポジションの経験はない。2005年まではすべての守備防御点プラスマイナスシステムズーでいずれも平均を大きく超える守備力を示していたが 晩年は大きく、衰えが見られた。既婚者で二人の子供がいる。2019年8月に、麻薬密売と、資金洗浄の容疑で逮捕され、オクタビオドーテルも関連の容疑で逮捕された。ただ8月下旬に、資金洗浄は決定づける。関連の証拠がなかったため容疑は晴れた。ありがとうございます。